はい、どうもこんにちは、福田です。えー、今日はですね。 米国債券 ETF の AGGTIPTLT を徹底比較していきたいと思います。よろしくお願いします。このチャンネルなんですが、事実に基づく合理的な投資判断につながるような参考情報を日々発信しておりまして、今回取り上げる商品をすでに投資している方や、投資を検討している方はですね、確認としてこの動画を使っていただければと思いますし、この商品について知らないよって方や、興味がないよって方もですね、手前味噌なんですが、一応投資だけで成形を立っている人間が、 どういうふういいいに金融商品をを見てるるのかっていうことこ知るだけで、あとですね、リクエストを随時募集しておりまして、あの、どうせ作るんであれば、誰かが興味がある動画を作りたいと思ってますので、もしリクエストがあったらですね、遠慮なくコメント欄に書き込んでいただければと思います。そしてですね、今後の励みになりますので、もしよろしければチャンネル登録もしていただけると非常に嬉しいです。 はい。ではですね、まず基礎デートから洗っていきましょう。今回ですね、比較していく銘柄なんですが、AGG, TIP, TLT、この3銘柄になります。で、この AGG はですね、iShares 米国総合債券市場 ETF。まあ、要はですね、アメリカにあるですね、まあ、あの、国債とか、えっと、社債とか、そういったものをですね、ひとまとめにしたものですね。で、TIP に関しては、これはですね、アメリカの物価連動国債、これに連動する ETF になります。で、 P.L.T. に関しては、これはですね、残存期間、要は満期までの長さが20年超の米国の国債ですね。これをまとめた E.T.F. になります。で、一応ですね、運用開始日がこうなっていて、で、ここに加重平均残存期間ってあるんですけれども、これ要はですね、この各 E.T.F. の中に含まれている債券の満期までの期間をその債券のウェイトで加重平均したものになります。まあざっくり言うと、この A.G.G. のと A.G.G. のと満期までの期間 期間が平均して8.67年で、tip は7.58年で、tlt に関しては25.46年の残存期間がありますよというふうな、そういった意味合いになります。で、今回ですね、比較していくものなんですが、リターンとリスクとシャープレシオ、この3つを比較していきたいと思います。 で、リターンの時間軸はですね、1年から10年までの1年刻みのリターン、こいつで見ていきます。で、検証期間に関してはですね、同期間比較をしていきたいので、このですね、TIP、こいつの運用開始日に合わせて、2003年の12月5日カードさせていただきます。で、リターンの種類はですね、配当込みのリターンですね、こいつで見ていきたいと思います。で、注意点がこの2つあるんですけども、ここからですね、この3名がのパフォーマンス見ていくんですが、これらのですね、パフォーマンス の再現性は保証さされていないっていいなとうことをご留意くださいであとですね、検証期間が2003年の12月5日からとなっているんですけれども、この検証期間をですね、1990年とか1980年とか、要は長くしていくと、このパフォーマンスが違ってくるかもしれないっていう風うな、そういったこともですね、ご留意ください。ではですね、以上を踏まえて、ここからデータを見ていきたいと思います。 はい。ではですね、早速比較をしていきましょう。で、ここの表に書いてあるやつなんですけれども、これに関してはですね、用語の解説が、この動画の概要欄のところに書いてありますので、そちらも参照していただければと思います。で、あとですね、あの、僕の動画何回か見ていただいている方はですね、なんとなく見方はわかります、わかると思うので、それなので、えー、適宜ですね、一時停止ボタンを押して、じっくり数字を眺めていただければと思います。一応ですね、一元さん向けに、ここの見方説明しておきたいと思います。 では、まず1年を例にとって説明します。え、これはですね、2003年の12月5日から2021年の12月31日までの間で、この3名柄の250営業日間、つまりは1年間の配当込みのリターンの個数っていうのが4300個ありましたよっていうふうな、そういった意味合いになります。で、各ですね、ETF の平均リターン、1年間の平均リターンっていうのはこういう感じになっていて、 AGG の場合は4.02%。 tip は4.37%で tlt は7.12%とそういった形になっております。で、これ、要はどういうことかっていうと、このですね、3メーなんですけども、この2003年から2021年までの間で、終わり値で買って250営業日後の終わり値で売るっていうふうな取引が4300個、4300回できたんですけれども、それをやった場合ですね、AGG に仮に100万円そういった投資をした場合には、平均して104万円、その 100万円が104万円になっていたって形になりますし、TIP に投資した場合は100万円がえっと1年後に平均してえだいたい104万円ぐらいになっていて、で t l t に関しては100万円が平均して1年後にだいたい107万円ぐらいになってましたよっていうふうな、そういった意味合いになります。でここにですねリターンの順位をつけてあるんですが。 この3銘柄で見た場合、まあ1年間のリターンで見た場合には、TLT が一番リターンが高くって、で、2位が TIP で、この3銘柄の中で一番リターンが低いのが AGG っていうふうな、そういった感じになってたみたいです。まあといってもですね、この TIP と AGG はほとんどリターンの差がないっていうふうな形で、まあ,あの飛び抜けてこの TLT だけリターンが高いっていうふうな、そんな形になっているみたいです。で、お次に見ていくのが標準偏差ですね。これは一般的にリスクと呼ばれるものでして、 えっと、意味合いとしてはですね、え、リターンの振れ幅の大きさ、え、それを示すものになります。で、各数値、え、こういう形になっているんですが、え、ここの AGG、え、これはですね、え、要はこの平均リターンの、え、4.02%を中心として、上下にプラマイ、え、3.41の、え、リターンの振れ幅が、ま、えっと、1年間では大体ありましたよって意味になりますし、え、TIP と t l d に関しても、え、TIP の場合は、え、4.37を中心として、上下にプラマイ、え、5.30。で、t l d に関しては、7.12を中心に、 上下に振る舞い、11.99の、リターンの振れ幅が。まあ、一年間では大体ありましたよっていうふうな。そういった、え、意味合いに、なります。で、下に順位がつけてあるんですが。えっと、リスクの場合はですね、低ければ低いほど、え、いいとされているので。それなので、低い順でつけてあります。それなので、この中で見た場合にはですね。A. G. G. が、え、一番リスクが低くって。で、二番目が、T. I. P. で。で、え、番目、つまりは、この3銘柄の中で、え、一番リスクが高いのが。えっと、T. L. D. っていうふうな。 そんな感じになっているみたいですで今見たリターンとディスクこいつの兼ね合いを見るのがシャープレシオでこいつが一番重要な指標なんですけれどもこれは投資効率を示すもので具体的にはディスクに対するリターンの獲得効率ですねそれを示すものになります規制算式自体は平均リターンを標準偏差で割った数値になっていてそれがこういった形で計算できるんですがこのシャープレシオはですね高ければ高いほど投資効率がいいつまりはディスクに対して するリターンの獲得効率がいいっていいうういっってうううふななそた合にりますで、これ見るとですね、順位は高い順でつけてあるんですけれども、この3名柄の中では、AGG が一番投資効率が高くって、2番目が TIP で、で、この3名柄の中で一番投資効率が悪いのは TLT っていうふうな、そんな感じになっているみたいです。とりあえずですね、これが1年間の説明で、 同じ方式で2年から10年までやってあるんですけれども、一応違いがわかるようにですね、ここの2年のところも説明しておきます。この場合はですね、2003年の12月5日から、 2021年の12月31日までの間で、このですね、3銘柄の 500, 500営業日間、つまりは2年間の配当込みのリターンの個数っていうのは4,050個ありましたよっていうふうな、そういった意味合いになります。つまりはこの場合は2003年から2021年までの間で、終わり値に買って500営業日後の終わり値で売るっていうふうな、そういった取引が4,050回できましたよっていう意味になります。で、そうしてみると、各 ETF の平均リターンは、 g の場合は8.46%で TIP は8.65%。 で、TLT は14.95%になっていて、で、この2年間のリターンを順位付けすると、一番リターンが高いのが TLT。で、2番目が TIP で、一番リターンが低いのが AGG っていうふうな、そんな形になっているみたいです。で、えっと、ここの標準偏差のところはですね、これは2年間のリターンの触れ幅の大きさですね。それが AGG の場合は8.46を中心として上下リプラマイ4.82。で、TIP は8.65を中心に上下リプラマイ7.65。で、TLT は 14.95を中心に上下に振らまえ14.42のリターンのフレーバーが、まあ、あれの2年間では大体ありましたよっていうふうな。 そういった意味合いになります。で、えっと、順位をつけると、この3つの中で2年間のリターンの振れ幅が一番小さいのが AGG で、で、TIP が2番目で、一番リスクが高いのが TLT っていうふうな、そんな感じになっているみたいです。で、ここのシャープレッシオはですね、要は2年間のリターンを2年間のリスクで割った数値ですね。この中ではですね、AGG が一番投資効率が高くって、で、TIP が2番目で、この中で一番投資効率が悪いのが TLT っていうふうな、 そんな感じになっているみたいです。とりあえずですね、これが2年間の説明で、同じ方式で3年から10年までもやってあります。ではですね、ここからちょっと外観していくんですけども、リターンの順位、こいつを見るとですね、まあ1位は一貫して TLT っていうふうな形で、ここのリターン見てもですね、明らかにのリターンが高いってことがわかるんじゃないかなと思います。 で、えっと、2位と3位に関しては、結構混在しているんですけれども、えっとですね、ここの、えっと、リターンの水準自体を見ると、そこまで、えっと、この AGG と TIP ってのは大差ないのかなっていうふうな、そんな感じになっているみたいですね。で、一応ですね、ここの10年間のリターンなんか見てみると、 これですね、えっと、AGG に投資した場合には、えっと、100万円投資したらば、10年後に平均して147万円ぐらいになっていて、TIP の場合は100万円が10年後に平均して145万円。で、ただ TLT の場合は100万円が10年後に平均して193万円っていうふうな形なので、なので、これだけ見てもですね、さっきの残存期間の違いっていうのがあって、要は、えっと、債権の満期までの期間が長ければ長いほど、えっと、ディスクとか、えっと、リターンとか、それはですね、えっと、高くなるっていうふうな、 そういったですね、傾向は一応あるので、まあ、そういう反映した結果なのかなっていうふうな、えー、そんな感じになっております。で、お次にディスクですね、こいつを比べていくんですけども、このディスクに関しては、一貫して AGG が一番ディスクが低いっていうふうな形で、で、二番目が TIP で、で、この中で一番ディスクが低いのが、ディスクが高いのが、一貫して TLT っていうふうな、 そんな感じになっているみたいです。で、リターンで見た場合には、AGG と TIP って、まあ、そこまでめちゃくちゃ差はないかなっていうふうな、そんな感じだったんですが、えっ、ーえー、と、標準偏差、ディスクで見た場合にはですね、まあ、えっ、ー、と、結構ですね、差がついてるっていうふうな、えー、そんな感じになりますね。えー、って言っても、あの数、数の差っていうふうな形なので、まあ、あの、これを結構と見るか、えっ、ー、と、小さいと見るかっていうのは、またちょっと解釈の差はあるんですけども、ただ、えっ、ー、と、リターンよりかは、このディスクの方が差がついてるっていうふうな、えー、そんな感じ なっていいるみたいで,すで、す一番重要なシャープレッシオですね、こいつを見ていくんですけれども、これもですね、ちょっとまばらではあるんですけれども、1位に関しては、おおむね AGG っていうふうな。 そんな感じになるんではないでしょうか。ここの、7年と8年に関しては、TLT が、一番、投資効率が、いいよって形になっているんですが、他の期間見るとですね、全部 AGG が、一番投資効率が、いいよっていうふうな形ですね。で、2位と3位に関しては、ちょっと、混在しているっていうふうな形で、まあ、一概には言えないっていうふうな、そんな感じですね。で、ただ、ここで、ちょっと注目してほしいのが、リターン自体は、TLT が、明らかにですね、高かったんですけれども、投資効率で見た場合には、 AGG が一番高いとこれ、つまりはどういうことかっていうと、えっと、TLT の、え、TLT の取っているディスク量と同じぐらいだけのディスク量を AGG で取ってあげた場合には、おそらく TLT よりも得られる、得られるリターンっていうのは、えっと、AGG の方が大きいだろうっていうような、そういったことになると思います。とりあえずですね、これがですね、シャープレシオの比較で、で、これで動画は以上になります。 はい。というわけでご清聴ありがとうございました。え、こんな感じでですね、え、いろいろやっておりますので、え、リクエストとかあったらですね、あの、本当に、え、遠慮なくコメント欄に書き込んでいただければと思います。で、あとですね、あの、重ね重ねになりますが、え、今後の励みになりますので、え、いいねボタンですとか、あとですね、え、チャンネル登録とか、え、そういったことをしていただけると非常に嬉しいです。はい。というわけで、え、今回は以上になります。お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。